はい、皆さん、こんにちは。福岡です。今日のテーマは、実はもうヒントが後ろに出てますね。背景画像の通り、今日のテーマはなんと宇宙ですね。まあ、宇宙と聞くとね、どうしてもロマンっていうね、響きがありますが、実は結構今、その官だけじゃなく、いわゆる民としても、この宇宙産業、宇宙をビジネスと見立てた領域っていうのが盛り上がっていて、まさにその一社様に今日は、呼んでいますと。早速呼んでみたいと思います。シンスペクティブ代表取締役の新井さん、聞こえてますか？はい、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。新井です、よろしくお願いします。予想はしてましたけど、やはり背景は宇宙ですね。これはしかも私の画像と違って衛星も映ってますが、これもしかして御社のもう事業とも関連しているんですか？あ、そうですね。弊社の、合成開口レーダーで、こう英語で言うと SAR で SAR というふうによく言われるんですけども、そういったシステムを搭載した、弊社の衛星になります。なスかプなリかいきなり難易度の高そうな用語が出たので、後ト。で教えてもらいたいですね。サー衛星ですね。衛星にもいくつか種類があるってことなんですね。あ、そうですね。結構通信衛星とか GPS 用のこう測位衛星とかっていうのがよく聞くところだと思うんですけど、弊社のものはこう観測衛星って言われるもので、大きくこう、そうですね、光学衛星、よく光分の譜学の方との、かで見るよう目で見な、あ、るそうとで同す、じ光原理ので方ですすかかね。ね。あれのこう衛星写真を撮るものと、あとそっはち同弊じ社目のですよね。サー衛星、こうレーダーで、あ、全く別の原理の衛星もあるんですね、観測の手法。面そうです。白い。ちょっとぜひ、後で教えてください。で、ちょっとぜひ、今日は宇宙がテーマなので、まあ、あまりちょっとロマンというよりは、今日はビジネスにフォーカスしたいんですけど、そもそもとして、新井さん自身が、この宇宙を、まあ、テーマに、その事業に置いたっていう経緯とかって、どういった経緯なんですか、そもそもとして。あ、そうですね。子供の頃から続き、学生ぐらい、時代ぐらいまではですね、ロケットエンジニアになりたかったんですけれども、ああ、遡りましたが、もう子供の頃から宇宙好きだったんですね。そうですね。その後、社会人になるときですね、に、こういろいろ、社会勉強を兼ねて、宇宙業界調べてみたところですね、やっぱり当時、もう20年ぐらい前になるんですけど、結構各国の政府の予算に依存するような、まだ市場だったので、そなかこなはかまだこうスケールしていかないなというところがあってですね。それで最初に、この技術は好きだったので、この、技術をですね、うまくこうビジネス化するっていうことを、学ぼうと思いまして、それで、コンサルティングファームに入ったんですけども、実はそこで SAP さんのサーティフィケーションを取るってことをやってましあ、そういったつながりあったんですね。ありがて。とうございます。ありがとうございます。で、その後、技術戦略ですとか、あと研究開発周りの、コンサル、サービスをですね、提供する機会が多くて、そこからもう一回こう大学に入ってですね、技術をどういうふうにこう、社会に生かしていくかというところで、もう少しこう、俯瞰する視点でですね、研究を始めて、いわゆるこう技術系戦略っていう分野なんですけれども、ここでこう、研究を始めて、それで科学技術のニーズが一番高いのは、開発途上国だというのに自分で気づきがあってですね、これは博士論文のテーマにしていきまして、それでソーシャルビジネスの方に、ソーシャルビジネスを持って、経済発展を促していくっていう方に、自分のこう、思考が変わっていってですね、それでそこから、博士取った後に、サウジアラビアの政府に、再生可能エネルギー導入の計画支援で派遣されたりとか、あとはタンザニアでですね、農村部の、電化事業ですね。再生可能エネルギーを使って、太陽光発電使ってこう電気使えるようにしていくっていう、そういう、こうスタートアップにこう参加したりしてやっていき、で、してるうちにですね、宇宙はどこ行きました？そうなんですね。っていうことをしているうちに、たまたまいろんな会社さんのこう、ソーシャルビジネスサポートするってことをやってたんですけど、そのうちの一社の、経営企画の方がですね、ちょっと日本政府が、このサー衛星を、内閣府がですね、サー衛星を開発しました。で、ちょうどそのマネタイズのところで人を探してほしいという話をいただきました。それで、20年近く経って一周回ってきて、この途上国開発ですとか、あと持続可能な世の中を作るために、この宇宙、衛星ですね、を使って、
まあ、データドリブンでの、まあ、ナレッジの共有といいますか。なるほど。みんなでこう学習していきながら、ちゃんと SDGs 達成に向けて動いていくということに。面白い。点と点がつながってきましたね。面白いです。そういった経緯で宇宙に改めて戻ってきたんですね。面白い。ちょっと早速なんですけど、先々からまあ節々に出ているサー衛星含めて、ちょっとそこの中身教えていただきたいんですが、そもそもサー衛星って何ですか？あ、そうですね。ちょっとじゃあ、スライドを見ながら。あ、はい。ぜひお願いいたします。これ実は、弊社の衛星で撮った実際の画像になります。まあ、この衛星自体は、そうですね。これ実は羽がパタパタ、羽というか、ですね。ここがアンテナ兼発電、パネルなんですけども、これパタパタと折りたたむと、だいたい 1.80 センチぐらいの立方体に。そんなちっちゃいんですか、衛星。なんです。で、これがまあ、だいたい150キロぐらいの、150キログラムぐらいの、重さなんです。頼り。小型なんですね。そうなんですよ。これ実は同じスペックを実現しようとすると1トン級の衛星じゃないと今までできなかったんですよ。へぇー。そこは非常にこう技術的なブレイクスルーであるところで。すごい。もともとめちゃめちゃ使える衛星だったということに認識されてたんですけど、どういうふうに使えるかというとですね、これ今右下に皇居が見えてて、左下に羽田空港が見えてます。ああ、東京なんですね。言われてみると。で、ですね、要はこれ、の1枚のこのデータを取得するのに3、4秒ぐらいなんですよ。はい、という広さの、この広域を一気にカバーすることができるデータを作るのがまずあります。しかもこれ実は曇りの日に撮ってるんですよね、はい。曇りなのになんでこんなにクリアなんですか？これはですね、レーダーの、まあ、レーダーをこう照射して、その話を撮るっていうことをこの衛星はやってるんですけど、はい、サーがやってるんですけど、はい、このレーダーがですね、雲を、透過できるような波長帯のものを使ってるので、おお、これ結構大きいですよね。そうなんですよ。で光だと、つまり我々の目と同じですから、曇りの日は見えないですもんね。そうなんです。そこは、すごい光学衛星との大きな違いで、まあ、パッと見ちょっとレントゲン写真みたいに見えるんで、見た目は、分かりづらいんですけど、ただ、まあ、雲の日でもっと言うと、台風の日とかにも使えるんですよ。で、そうすると、なんて言いますか。災害が実際に起こっているときも、起こっているときですね。この広域でどこが浸水しているかとか、どこはこうルートを救助活動に使えるかっていうので、もともとそれが目的で国がこれ作ったんですよ。あ、そういう背景なんですか。で、それをうまくこう、なんだろうな、そういう有事の時だけじゃなくて、こう平時の時もですね、使えるような、まあ、技術にしていこうということで、スタートアップがスタートしたという。なるほど。で、御社もこの衛星を作るところから、もう事業として入られているってことですかね。そうです。はい、わあ、そっか。今の話聞くと、ちょっとビジネスの香りが今、徐々に嗅ぎ始めてきました。なるほどね。そういうことか。これを使って、じゃあどういうビジネスになるかというところの話になるとですね。はい、まあ、今、そうですね。これ弊社のビジネスモデルなんですけど、はい、今のその衛星をですね、複数機、打ち上げていって、はい、でその複数機の衛星による観測システムのことをコンステレーションっていうんですけど、小型サー衛星のコンステレーションを作ろうとまずしています。で、このデータ自体を、まあ、政府ですとか、まあ、その他データ解析会社にまず売っていくっていう、はい。データを直接ユーザーに売るっていうのは一つ目のサービスになります。でまあ、衛星データ販売です。で、二つ目が、まあ、先ほど結構こうパッと見分かりづらいっていうような話が、レントゲン写真 を使ってこう、そうだな。なんか病気の診断やろうとすると、医者が必要なようにですね。はい、そこの間に、これどういうふうに解釈したらいいのかっていうところを、まあ、医者の役目をですね、果たす必要があって。で、そのデータサイエンスですとか、あとは機械学習とかを使って、先ほどのこうデータを解析していくと、はいはいはい。その時にいろんなビッグデータと組み合わせて解析をしていって、ソリューションとして、その解析結果をお届けするっていうのが、弊社の二つ目のサービスになります。これはインフラ周りですとか、まあ資源エネルギー開発ですとか、あと先ほどのこう災害対応ということで、はいはいはい、コンポさんですとか、まあこういったところに、このソリューションを提供するということをすでに始めています。そっか、もうソリューションビジネスですね。もうこれは通常の素晴らしい。そういったところまでもうお客様側にすりよ、ね、寄り添っていらっしゃってるんですね。はい、そうですね。そっか。ですので、この、まあ、先ほどの、全天候型で一気に広域が見えるっていう、まあ、データセットなので、
まあ、昨今、安全保障のこう需要がですね、非常に高まっていまして、うん、やっぱウクライナ情勢でもこの再衛星のデータっていうのは最近注目されているところなんですけれども、うん、まあ、そういったこう安全保障で、まあ、世界平和のためにですね、ちゃんとこう各国の政府にデータを行くっていうのが、この一つ目のサービスで。で、よりこう産業ユーザーの方に、使いやすい形で、今のデータの解析結果をお届けするっていうのがこのソリューション。なるほどね。で、例えばソリューションの例としてあるのがですね、はい、今これ、これは、これ弊社の、これですね、干渉インターフェルペラメトリックサー解析という方法を使って、はい、これ今、ジャカルタ北部のですね、地盤変動の様子っていうのを解析した結果になります。これレーダーのデータって、物の形をこう取っていくデータなので、はい、複数回同じ場所を取ってるってですね、前回取ったレーダーデータと、今回取ったものを、差分っていうのをこう取っていくと、どれぐらいこう地盤が変化しているかとかですね、インフラの形が変わっているかっていうところを見ていくことができるんです。あ、これ深さまで見れるんですか。そうなんですよ。これがその色合いの意味なんですね。そうです。例えばこれの赤くなっているエリアっていうのが周囲の場所と比べて、まあ、地盤沈下が進行しているということですよね。こんな感じでタイムシリーズで取れるんですよ。あ、そこまで測れるんですね。しかもこれ、ミリメートルオーダーなんですよ。ミリですか？そうなんです。これ、レーダーの、波のですね、違いっていうのを見て、まあ、それで干渉させて違いを見てるんですけど、はい。結構この特殊な技術を、まあ、これ、実はこの解析の中、見については、はい、弊社が特許持ってるところもあるんですけども、そうなんですよね。で、そうすると、1波長分、だいたい3センチぐらいなんですけど、それよりも短い、こう、うん、それよりも小さいレベルの、変異っていうのが見えるので、これミリメートルオーダーになってくるんです。衛星自体は561キロの高さを飛んでるんですけど。へぇ、どれだけ離れてミリメートルオーダーになってくる。すごい精度。これしかも、これまあ地形データだけでも付加価値高そうですけど、いろんなデータと掛け合わせたら、本当いろんな用途で広がってきますよね、使い方が。そうですね。まさにSAP さんと実は組んでるのはそういうところでして。そっかそっか。もしかしたら、マネジメントの領域で、うん、はい、ソリューションを提供されてると思うので、まあ、そういったところに、こう、衛星のデータを使った新しいこう視点といいますか、うん、よりこう広域で、まあ、地域ですとか、そうですね、アセットの周辺といったところを、うん、データ化したときに、うん、なんか多分また見えてくるものがあると思うんですよね。災害のリスク、地盤沈下、ね、地滑りのリスクであるとか、うん、あとはまあその、アセットそのもののこう、歪みです。うん、大型のインフラとかですね、まあ、大型の、うん、構造物であれば、補修目的でこう歪みを見ていくことができるので、うん、こういったこう情報をですね、本社のサービスの中に組み込んでいる。そうですよね。設備インフラのやっぱり老朽化の問題とかよく以前からあって、やっぱやってることって例えば IoT とかそれこそドローンとか、まあ、どうしてもなんていうのかな、地上の中の局所的な情報しか取れないので、やっぱり漏れちゃうんですよね。それを今なんか御社のこちら使ったら本当綺麗にマクロな視点でうまく相互補完できるなと思って、確かにいい組み合わせですね、今度は。そうですね。なるほど、すごい。っていうのがありますね。あとは先ほどのこのインフラのダメージとかっていうところでいくと、うん、本当にこういう災害目的で作られた衛星ですとお話ししましたけど、はい、さあ衛星を使うとですね、この浸水しているエリアを特定できるんですよね。でこれに 3D マップ情報ですとか、あとはその地図情報っていうのを重ね合わせていくと、うん、どれぐらいこう、のエリアがこう、何センチぐらい浸水してる。まあ、ここが何センチぐらい浸水してるのかっていうところですとか。いやすごいな。ここまで精度があるとはちょっと想像してませんでした。そうすると、まあ、保険会社さんは、その、うん、保険のアセスメント、被害のアセスメントのところでもうすぐにこう、パッと全体を俯瞰して概算、被害額の概算を、うん、できるというところですとか、あとは、うん、まあ、当然救助活動をする方々は、この情報をもとにですね、どのルートで行けば、ちゃんとその目的の場所に早くたどり着けるかとか、あとスマホの情報を重ね合わせると、まだ、うん、救助されてない人がどこにいるのかっていうのが分かったりです、ね。そうですよね。いやー、これ本当可能性感じますね。いやもう多分これ見ただけでもやっぱビジネスとの接点って、まあ、しかもやっぱり従来拾えなかったデータなので、発想膨らめせば結構いろんな業種に関わってきそうですよね、これ。あ、そうですね。おっしゃる通りで。うん、やっぱりこういうところが、まあ、いろんなこう、海外からですね、うん、評価されていまして、うん、まあ、その広がりっていうところですね。それでまあ、データをある意味作る、
新しいデータを作っていくっていうところと、うん、今この解析をちゃんと行ってソリューションとしてデリバリーするっていうところを一気通貫でできるのが実は世界で、今弊社だけなので、こういったところをですね、すごい評価されていて、まあ、資金調達も、今ここでは109億円って書いてますけど、直近では230億円ぐらいまで来ました。うん、まあ、人数もですね、そうですね、この時よりも増えてますね。あの190名近くまで、うん、今月はもう増えてきてまして。なるほどね。もうこれは市場は日本に限らず、もう世界全体と思えばいいですかね、シンプルに。あ、そうですね。はい。うん、そうですね。で、まあ、今後どうするのかっていうところで、はい、こちらになるんですけれども、はい、ですね、実はの来年、もう6期体制になっていきます。来年というと、今、2022年ですので、2023年ということですね。です、はい、ですので、6期体制になるとですね、大体1日1回、まあ、世界の子を取りたいってなったときにです、必ずそこを取れるようになっていくんです。はい、お1日1回、さっきのデータが取れると、まあ、日々のこう、はい、業務で使っていくっていうようなことができるようになりますので、うん、本当にインフラの開発からこう保守から、あとはその災害が起こった時に24時間以内に必ず、何が起こってるかっていう解析の結果までこう出ることになります。うん、まあ、それでこう、まあ、72時間以内の救命活動っていうところで飛躍的に生存率上がるだろうというところです。うん、で、一気にこう、先ほどおっしゃっていただいたように、産業の幅もこう、使えるユースケースが広がっていくようになっていて、で、ゆくゆく2026、7年ぐらいにはですね、はい。30期体制にしようとしてまして、そうすると2時間以内にデータ取れるんです。2時間。どこでも。で、プラスまあ、すぐにこう、データを下ろしてきて解析をする。で、多分、リードタイム的には、まあ、3時間ぐらいあれば、解析結果をですね、うん、クライアントにお届けすることができるので、まあ、そうですね、先ほどのこうインフラとか、はい、まあ、災害対応っていったところの、ニーズ以外のところで、うん、まあ、例えば最近はこう環境の変化っていうところをモニタリングしていったりとか、うん、でそれの結果、再生可能エネルギー、どれぐらいこう発電とかですね、うん、エネルギーのこう製造能力があるのかっていうところにつながっているのか。うん、カーボンクレジットですとか、はい、うん、そういった新しい領域の方にも踏み出していく。そうですよね。ちょっと今までとは違ったこう、うん、地球環境と、まあ、あと人類の経済活動ですね。うん、把握の仕方に変わってくると思います、うん。なるほど。ありがとうございます。これが、弊社のミッションで、まあ、先ほどのこう、うん、新しい衛星データと、あとその解析などのテクノロジーで、うん、まあ、人のできることをですね、どんどん広げていって、うん、まあ、要は機械との共存ってよく最近デジタル化のところで言われると思うんですけど、はいはいはい、まあ、人はもっとこう頭をクリエイティブな方に使っていって、うん、いろんなプロジェクトを通じて得られたものをバンバンコンピューターに学習させていって、うん、自分は何だろうな、常にこう最先端のものにトライしていってそこからの学びを得ていく、うん、この学習のサイクルをですね、行っていくと、まあ、多分 SDGs の達成につながっていくだろうなと、うん、いうふうに思ってました。今逆に定量的なデータをもとにサステナビリティを語るとか、はい、進捗をちゃんとデータで、マネージするっていうところができていないというところが大きな問題だと思う、うん、これをちゃんとデータをもとにですね、まあ、地球環境の変化とその経済活動といったところの双方向のこうフィードバックとかをちゃんとこう解き明かしていって、まあ、学習する世界を作っていきましょうというのが今弊社の考えです。なるほど。わかりやすいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます、新井さん。いや、まさかここまで衛星が進化しているとは夢にも思わなかったです。これは本当、まずは新井さんというよりは、これを見ている視聴者の方ですけど、これ逆に、なんだろう、関係しない業種ないんじゃないかなってすら思いましたので、あ、そうですね。はい、ぜひ今のビジネスを改めてね、そういったデータが取れるっていう過程のもとでの、はい、まあ、本当再構築っていうのかな、新しいそのビジネスの可能性、まあ、最後におっしゃってましたけど、まさにクリエイティビティが要求されるところもあると思うんでね、ぜひこれを聞いてる方々、今もそういった時代に来てるってことをまずは認知いただくのもいいかなと思いました。であと新井さんにですけども、何でしょうね、僕自身が印象的だったのはもちろんテクノロジーの進化の凄さもそうなんですけど、新井さん自身が本当子供の頃のロマンと、あともう一つ忘れてはいけないのが、社会課題解決に対するまっすぐな真摯な、まあ、なんていうのかな、歩みが常に守備一貫していって、見事に宇宙っていうね、軌道が戻ってきて見事にこの社会課題とね、軌道が一緒になって今の事業に結びついてるんだなっていうことがとても心に残りました。はい、
ぜひこれからもね、最後おっしゃった通り、これからますますすごいことがね、起きそうな予感がプンプンしますので、ぜひ今度また新しいその事例ですとかね、情報がありましたら、引き続きこういった場でお話しいただけると嬉しいです。はい。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。今日本当に面白い話、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。